例えば一般抽選の部分決勝戦ございますので、同業者の皆さんおよび部員の皆さん、A コートの方にお集まりください。決勝戦を行いますので、皆さんで盛り上げて、選手に力を与えてやってください。よろしくお願いします。それではね、ちょっと順番の方をもう一度説明します。中学生男子のワンマッチを1日1番配布に行いまして、一般中級の部、それから一般上級の部の方の決勝戦を行いますので、まず中学生男子の決勝戦、ワンマッチの準備の方よろしくお願いします。なおこの中学生男子の部は5対0で、経験ランクは171番白今決勝戦を行った2人は、本部席の方へ、師範の方へ、ご挨拶してください。続きまして一般中級の部決勝戦を行います。白ゼッケンナンバー180番、上田選手。赤ゼッケンナンバー182番、小林選手。この試合は2分で行います。Go!
本日日本人が終了いたしました。182番、小林選手、小林選手の方にも温かい拍手の方よろしくお願いします。